ロスター夢落ちではなく煉獄の物語で、それは1話目から一貫していると思います。欧米はエンターテインメントでも根底にキリスト教の思想が引用されて、知識として宗教を学ぶことは信仰とは別のこととして意味があるよなと思うのですが、どう思われますか？カルトも減るだろうし、あなたがそう思うんならそうなんじゃないでしょうか？あなたの頭の中では。はい。